クロノレガリアはセガインタラクティブが発売したアーケードゲーム。オンライン稼働期間は2019年2月21日から2020年3月31日。略称はクロレガ。クロノレガリアのアーケードゲーム筐体2018年1月15日にカウントダウンサイトの公開を経て同月19日に戦戦戦記のタイトルで発表された。 同月26日から28日にプレロケテストを開催。同年7月13日の第2次、プレロケテスト告知時に、クロノレガリアへとタイトルが改められた。ゲームジャンルは、ドラマノンジャンルバトル。ゲームモードは、ストーリーモードのほか、全国のプレイヤーと対戦を行う、全国対戦、店内やフレンド、コンピュータと対戦を行う、カジュアル戦がプレイできる。 筐体は当初はコードオブジョーカーで使用されているものと同じであったが2019年1月9日から25日実施のロケテスト以降は本作の稼働開始と同日に稼働終了となるソウルリバースの筐体を使用することとなった2019年7月24日にメジャーアップデートが実施されクロノレガリア EXA リニューアル新ユニットデスピナや新ゲームモード 探索モード等が追加された。2020年3月31日をもってオンラインサービスを終了した。ノンジャンルバトルと名乗っているものの、基本はリアルタイムストラテジーである。プレイヤーは4人のユニットを選び、各ユニットに6枚のカードをセットしたデッキで戦う。ユニットの攻撃で相手のクロノスの HP を多く削った方が勝利となる。3種類のカードがあるが、 同盟のカードでなければデッキに自由にセットできる。さらに同盟のカードはエンチャント違いの3種類がある。実際に出撃に使うカード。出撃中に他の武器カードに持ち帰ることはできない。効果がすぐ発揮される補助カード。その分魔法カードと比べると MP 効率がやや悪い。また戦闘中には使用できない。発動までに栄昇時間が必要なカード。 映像中は無防備になる。カード使用時にランダムで、レガリアンゲージ増加、MP 増加、カード増加が発動する。左のものほど発動率が高い。レベル制限がついた武器カード。その分強力な効果を持つ。レガリアゲージを貯めると使用できる一度限りの必殺技。カードストックをプラス7する。出撃中のユニットの攻撃力をすべてプラス30する。 ユニットの HP を200回復し、復活カウントをマイナス14する。相手のユニットを3カウント停止する。ゲーム開始時に、相手の城までは5マスの橋で繋がっており、時間とともに増加する MP とカードストックを用いて、ユニットを出撃させる。ユニット同士が相対した場合は戦闘となり、3カウントごとに攻撃し合う。カードは MP に変換することができる。 残り50カウントになると、クライマックスとなり、端のマスが3マスに、MP とカードストックの増加が加速する。ありがとうございます。